はい、おはようございます。本舗中です。今日はちょっと僕昨日ぎっくり腰になったんですよ。ほんでぎっくり腰になってちょっと昨日はほんまにあんまり動かれへんかってんけど、ちょっとストレッチを教えてもらってそれでかなりマシになったんで、このストレッチまあまあいいなと思ったんで、ちょっと紹介したいなと思って動画撮りました。今はもうほんまに昨日の夜と今日の、起きてからの夜中とほんで今朝と3回ストレッチしてんけど、もうほんまにちょっと昨日までもうピリピリしとってんけど、もうほんまに楽なって、もうマシなったというか、まあまあもう痛みはほんまになくなって、そうだから、これかなり腰痛に効くかなと思って、いやちょっともうずっともう腰痛の人だったらちょっと無理かもしれないけど、昨日ほんまに久しぶりにぎっくり腰になって、何年ぶりやろ、多分もう3年かそこら4年ぶりぐらいにぎっくり腰になってんけど、そうなんとかまあまあ痛いなりもなんとか荷下ろしして積み込みをしてんけど、ちょっとこれやったらどうってちょっと教えてもらって、写真送ってもらって、ほんでなんかサイトで調べたみたいで、ほんでそれそのまんまやったらもうほんまにマシになったんで、ちょっとよかったら見てください。どうぞ。はい、おはようございます。本場中です。昨日ちょっとあれやね、ぎっくり腰になりまして、ほんでちょっと腰が痛いんですよ。痛いというかちょっとぎっくり腰の何やろ、痛みがまだあまり取れてないねんけど、でもな、昨日積み込みの荷物がちょっとラップ巻く荷物やって、んでちょっとバーっと18パーレほどラップ巻いてんやんか、ぐるぐるっと後ろ向きでぐるぐるってラップ巻いてんけど、その時にちょっとあれ腰マシなったかなと思ってんけど、やっぱり夜寝て起きたらもうごっつ痛くて、ほんで腰痛いなぁ痛いなぁと思って、んでちょっといろいろと腰痛いねって言って相談しとったら、こうやったら楽なるでっていうのを教えてもらって、んでちょっと見とってんけど、まあほんまやったらベッドで足伸ばしてこうやってやる方がええねんけど、まあでも一応まあここで今椅子に正座してんねんけど、こうやってずーっとさっきからこうやってずーっと15分ぐらいずーっとこうやっとってやんか、もうお祈りみたいやねんけど、もうこうやってぐーっとお祈りして、もうわからんけどなんとなくやけど枕半分に折って、あこれニトリの枕やねんけど、これを半分に折って、ほんでお腹で挟むようにしてぐーっとさっきからこれやってんだけど、これほんまにちょっとマシになってきて、これほんまにな、これやっとったら昨日ちょっとぎっくり腰になってずっと腰ピリピリ痛かったんやけど、これ15分ぐらいちょっとずっとやっとって、今ちょっとトイレとか行っとって歩いとってんけど、もう全然ほんまに痛くなくてちょっと楽になったなーと思って、そう、ほんでこの腰痛の解消の仕方をちょっと皆さんにちょっと教えたいなと思って今動画撮ってます。ほんでこれ逆、これなんか知らんけど普通にこう伸びしてるだけであれやな、体楽になるな、なんかそう、やっぱり俺もちょっとヨガとかしようかな、ほんまに。なんかヨガがちょっとようわからんねんけど、こう運動ってできへんけど、こうやって体を伸ばすなんかした方がいいかな思ってます。ちょっと今猫になった気分です。これほんまに腰がすごい楽になる。もう昨日の夜まで
くしゃみするだけでめっちゃ腰がピキピキってなっとって、んで、もう笑うだけでも腰痛いわって言っとったら、なんかみんな電話で笑かそうとすんねんか。いやいやいや、笑かさんでええから言うて、そう。まあ、でも、今日はちょっと腰マシになりました。ほんまに。ちょっと楽になって。よかった。昨日ほんまに、もうダメかもしれないってなっとった。です。はい。というわけで、ほんまに腰良くなりました。楽なった、ほんまに。ああ、ほんまにピキピキ痛かって。よっしゃ。今日一日なんとか持ちそうです。今日一日持ったら、明日帰ったら終わりやから、頑張れそうです。よっしゃ。ほんま昨日な、もう、昨日、もうほんまに、こう、ニューロシバで待機しとって、ほんで待機してる時に歯止めしとってんけど、ほんで、呼ばれたから歯止め外して、この足元に置いとって歯止め2個置いとって、ほんで移動して、ほんで、まあ、おろし場に着きました。ほんで、歯止めしようと思って、ドア開けて、ほんで、こうなんやろ、トントンってもう降りた時にはもうちょっと違和感あってんけど、あ、なんかやばいかなと思いながらも、もう歯止めを、こう、パッて置いた瞬間に、もうガクってなって、はぁ、だよな、こう、あってなってるってなって、そう、全然動かれへんかってんけど、もう、リュートマンの人を待ってるし、もうなんとかなんとかも歩いて、ほんでも、リュートマンの人に、すいません、ちょっとぎっくり腰になってもって、言うて、話したら、もうめっちゃ笑っとった。そうな言うて。そう。まあでも、昨日もうパレットもんやったから、もう、まあ、リュートマンの人が、まあ、荷物取って、ほんで、もう中の倉庫に引き込んでる間は、ちょっと、とか言って、でやっとったけど、もうそれでもほんまに痛くて、昨日ほんまに辛かった。ほんで、このストレッチ、こう伸ばすストレッチを教えてもらって、それやったらほんまに楽になったんで、はい、一回みんなやってください。俺ちょっとシートの上に座って、正座でこうやってぐーってやっとってけども、それだけでも全然マシになったんで、ほんまによかった。昨日ほんまにもうあかんと思った。なんやろ、ラップ巻いた時もちょっと楽なってんけど、あれなんやろ、気のせいかな。気のせいかもしれない。というわけで、ほんだら、本日も一日頑張りたいと思います。皆さん、ちょっと今日雨降ってるんですけど、本日もご安全です。おばなかでした。バイバイ。